はい、どうですか、どうですか、モデル業。モデルやってないです、やってないです。美作大学生活科学部食物学科2年の木名桃香です。首里東高校から来ました。私は管理栄養士を目指していて、沖縄県人が多くてアットホームな大学だったので美作大学に入学しました。高校1年生の頃から考え始めたんですけど、高校 2,3 年の時は大学も職種も結構迷っていました。具体的には高校3年生の時にもうギリギリだったんですけど美作大学に決めました。学校説明会とかオープンキャンパスとかそういうイベントに本当に行くことがおすすめです。そしたら自分に合った雰囲気とか合った大学を厳選できるので、自分に合った大学をちゃんと選ぶことができます。やっぱりお金についてはちゃんと話しました。最初にお金の話から言って、ちゃんと自分に合った大学っていう感じで話しました。私は食についての勉強をしているんですけど、先生方の話がとても勉強になって、具体的に将来について考えることができるのがいいところです。実家暮らしとは違って身の回りのことは全部自分でやらないといけないんですけど、それがもうできるようになったことがとても成長したなと感じています。やってる、全部やってます。自炊もちゃんとやってます。両食食べてますけど土日だけやってます。3人部屋でプライベートがないところがちょっと悩みです。帰ったらちゃんと復習を2時間やるっていうところ頑張っています。今は管理栄養士と家庭科教員、中高と栄養教諭も栄養士も狙っています。多いです。欲張ってます。いいと思います。よかった、はい、将来の夢は家庭科の教員になることです。今は勉強面を頑張ることは もちろん、あと経験も積みたいなと思って県人会とか学祭のイベントにも積極的に参加しています。両親です。大学に行く前と今もすごい支えてもらっているので、もう一番感謝したいです。お父さんへ。お父さんはちっちゃい頃はすごい怒られて怖かったけど、それってモモのためだったんだなってすごい思ってて、今は本当に怒られることも少なくなってて、でもお父さんに怒られた記憶とか思い出したら、あ、自分しっかりしなきゃとかたるんでたところとかもキュッて引き締まるから、今になってだけどすごい感謝してます。一時期大嫌いだったけどでもごめん、本当にごめん、大嫌いだったけど今は本当に大好きだし、本当にありがとうございます。一時期なんか口聞けなかった時とかもあったけど、でもいろいろ結局陰で支えてくれたのはお父さんだったし、見てないところで頑張ってたのも分かってたから、本当にありがとうございます。これからももう少しだけよろしくお願いします。お母さんは中学校高校割と反抗して本当にごめんなさい。なんかお母さんの顔見たらちょっとイライラもしてしまった時期とかあったのね。だけどご飯とかすごい作ってくれるし、悩みとかもすごいどうでもいい話もうんうんって聞いてくれるから、何でも言っちゃって本当にごめんね。傷つけた時もあったと思うけど本当にごめんね。でも毎日感謝はしてました。ひどいこと言った後もお母さん悪くないのにとか、お母さん感謝してるのにってあったけど、でもあの時本当に反抗してごめんなさい。お母さんと日曜日行くお出かけとか割と楽しみにしてたから、本当に楽しかったから、今は家族とみんなと離れて寂しいけど、こっち来て以前のみんなとの楽しかった時とか思い出しながら、今もすっごい元気、本当に心配しなくてもいいレベルで元気にやってるから心配しないでね。でちょこちょこ本当に帰ってきて元気だよってやるから心配しないでください。ちゃんと元気にやってます。今までとあと少しこれから先もお願いします。その後はモモが支えられるように頑張っていくから期待しててください。ニーニーちゃんと今頑張ってる。沖縄でなんか掛け持ちでバイトもしてるって聞いたけど、本当に体には気をつけてね。内地行った時超心配だったからね。でもいろいろ行ったらいろんなのくれて本当にありがとうございます。普段はめっちゃこんなためだけどさ、一応さ大好きだからさ感謝もしてるし、すごいいいお兄ちゃんだと思ってるから、これからも頑張ってね。
バイバイ、また夏ね。夏になんかどっか行こうね。お焼肉食いに行こう。じゃあバイバイ。高校生までは決めることとか選択することとかでちょっと友達に流されたりとかあったかもしれないです。だけど大学は将来に本当にグッて近づくので、ちゃんと自分で行動してから大学を決めてください。イベントとかも学校説明会とかも面倒くさがらないで、勉強ももう目指すところが決まったらちゃんと自分で自ら行動して頑張っていってください。すごい応援してます。頑張ってください。ファイト。今坂大学は一言で言うと本当にアットホームです。先輩も先生方もすごい支えてくれる本当にいい大学なので、ぜひ来てほしいです。え、メンソーレー。